いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回ですね、ちょっと定番になってきました。させていきます。ギブソンの現行品紹介ですね。今回取り上げるのは、ギブソンカスタムショップの製品の、いわゆるヒストリックコレクションの、1964SG スタンダード EU with マエストロバイブローラーという製品をご紹介したいと思います。こちらのチャンネルではですね、今回のような、ギブソンの製品紹介だったりとか、ちょっとマニアックな話だったりとかっていうのをですね、いつもさせていただいております。気に入っていただいたらですね、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでですね、今回こちらの、1964SG という製品ですね、の、おすすめポイントを2つと、デメリットみたいなところをちょっと1つお話しさせていただこうと思います。その前にですね、前提としてですね、今、まあ、ご存知の方ももちろんいらっしゃると思うんですが、カスタムショップのヒストリックコレクションの SG というのはですね、種類がございます。一つが今回ご紹介する 1964SG スタンダード。それに対して1961というモデルもあるんですね。この2つの製品の、まずはですね、違いというのを簡単にご案内していこうと思います。で早速なんですけれども、まず64見ていただくと、まあ見ていただいた通りですよね。まず特徴的なのがブリッジです。マエストロバイブローラという、いわゆるバイブローラですね。板バネとかロングバイマエストロとかというふうに呼ばれる、いわゆるマエストロアームというのがついている。というのが最大の特徴と言っていいと思います。それに対して61年モデルは、サイドウェイじゃないんですよ。なんか相手なのかわかんないですけれども、まあ限定品とかでね、過去にやりましたけれども、ストップテールピース、まあ一般的なのかな、今となっては一般的と思われるストップバーの仕様になっているというのが61年モデルの標準的な仕様です。もちろんカスタムショップの製品なので、それぞれ、例えば61でアームをつけるとか、64で逆にストップバーにするとかっていうことも、まあオーダーすれば、リクエストすればできなくはないんですが、標準的な仕様としては、64がマエストロ、61がストップバーっていうふうになっているっていうことですね。でさらに、ネックシェイプも違います。これはある程度こう、史実に沿った風になっていると思うんですけれども、今回ご紹介する 1964SG というのはですね、まあちょっとこれは、もしかしたら今後変わっていくのかもしれませんが、今、ギブソンの日本のホームページとかに記載されているネックシェイプというのは、オーセンティック64ミディアムシーシェイプというシェイプで、実際の製品は、ある程度ですね、適度に握り応えのある、ちょっと太めって言っていいかもしれないです。あんま薄くはないです。かといって極太ではないんですが、どちらかというと厚みがある、しっかりとした握りのネックシェイプになってるっていうのが特徴です。これ、アメリカの製品ページだと、トラディショナル 60th スリムテーパーという名前になっているんで、もしかしたら今後薄いタイプに切り替わるのかもしれませんが、まあ、基本的には今はちょっと厚みがあるタイプ。まあ、薄くはないくらいの適度な厚みのものです。それに対して、61モデル、61年モデルというのは、一般的な、まあ、よく言われるスリムテーパーですよね。60th スリムテーパーという表記がされていますが、結構ハイポジションまで薄めのネックシェイプになっています。まあ、このタイプが今までのヒスコレ、ちょっと古い、例えば2000年ぐらいからありますけれども、2000年代からずっと続く SG のリーシューモデルは基本的にこのタイプでずっと来てました。なので SG というと薄いネックっていうイメージの方も多いかもしれませんが、今回ご紹介している64というモデルはちょっと厚みがある程度ある、適度な握りになっているというふうに表現して差し支えないのかなと思っております。でここからちょっと細かいんですけど、まずトラスロットカバーのデザインが61と64だと違います。61だとレスポール。これはまあ史実に沿っているんですけれども、まあ、レスポールっていうこうエンボスが入ってます。まあ、これはその歴史的に63年頃までは一応レスポールモデルだったっていうことだったりとかが影響しているんですけれども、それに対して64の方はブランク。まあ何も書いてないタイプですね。普通のレスポールとかについてるタイプになってます。で、ネックのヒレの形状ですね。これも年式によって若干差はあるんですけれども、まあ、若干ヒレの形違います。まあまあこれはまあすごい細かい違いなんで、あんまりあれなんですけれども、まあ若干ネックの握りに影響がありますね。でさらに、サドルです。これはちっちゃいパーツなんですが、意外とサウンドに影響があるところですね。64年モデルでは、これも史実に沿ってるんで、どっちがいいとかじゃないんですけど、ナイロンのサドルになってるっていうのが特徴です。こうちょっとこう半透明の白いタイプっていうんですかね。まあ、プラスチックっぽい素材になってる。それに対して、61年モデルでは、ブラスのサドルになってます。まあ、サウンドの特徴を申し上げると、ナイロンの方が、まあ、柔らかくて、ちょっとこうメローな印象というか、がある等になります。それに対してブラスの方が音のサスティンが伸びたりとか、アタック感出たりというか、音が音像がはっきりするような印象があるのが、ブラスサドルの特徴ですね。そんな感じですね。まあ、基本的には64年モデルと61年モデルの SG はこういった違いがあると思っていただいて差し支えないです。
ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、ここからですね、64モデル、今回ご紹介している 1964SG スタンダードリーシューマエストロバイブローラの、おすすめポイントをご紹介していきます。まあ、早速ですね、一つ目のおすすめポイントなんですけれども、これですね、実はというか、レギュラーラインの製品でも、マエストロバイブローラの SG って普通にありますよね。SG スタンダード61マエストロバイブローラという製品ですけれども、これも十分いいんですよ。まあ、販売価格もそこそこまあね、全然安くはないんですけれども、これに対して SG スタンダード今回ご紹介している64モデルカスタムショップの製品というのは、販売価格で言うと倍くらいするんですかね。倍近く、倍以上もしかしたらするかもしれないんですけれども、正直、パッと見でのオーラというか、印象は全然違います。本当圧倒的にカスタムショップの製品の方が高級感があります。なんでオーラって言ったらいいんですかね。まあそういうところがあります。じゃあそのオーラはどこから来ているのかというとですね、まあ本当細かいところの集積だと思うんですけど、例えばまあボディのもう形から違うんですよね。外周からやっぱ全然形が違うんですよ。まあその外周間の、アウトラインもそうだし、細かい部分ですけど、ベベルドと呼ばれるですね、SG の特徴的な、エルボーとかの肘に当たる部分だったりとか、まあ、カットウェイの内側だったりとか、コンター加工というか、えぐられてますよね。あれはこうデザイン的なところもそうだし、演奏性だったりとかっていうところも考えられているんですけれども、そのベベルの深さだったりとか入り方っていうのが全然違います。だったりとか、これもすごく大きいんですけど、塗装の仕方が違うんですよ。まあ、厳密に言うと塗装の仕方というか、チェリーの色の付け方が違うっていうのが一番しっくりというか来るかもしれないんですけれども、まあ、一般的なそのレギュラーラインの SG のチェリー、まあ、そのレスポールもそうなんですけど、チェリー部分というのはですね、普通にこう着色をしてます。スプレーとかで色をこう入れるんですね。なんですけれども、カスタムショップのチェリーというのはですね、アニリンダイという染料をマホガニー部分に直接ですね、染料をすり込むんですよ。これ目止めといって、塗装面、マホガニーってすごくこう凹凸が激しい、銅管の多い木材なので、ただ上から塗装をすると、そのボコボコに塗装が吸い込まれて平面が出ないんですよね。こう平らなツヤっとした表面仕上げができないんですよ。なので、それを埋める作業というのがあります。その、ウッドフィラーとかって呼んだりもするんですけれども、その目止めに使われているアニリンダイというものに、そもそも赤と色がついていて、それでですね、色をつけています。レギュラーラインの製品とかは普通に茶色い粉というか、が入っているんで、ちょっと違う見た目が変わって見えるんですが、これによって、色の発色の出方というか、木目の浮き出方っていうのは全然違うんですよ。なので、パッと見での、色合いが全然違います。決してレギュラーラインが悪いわけじゃないんですが、ちょっとやっぱりのっぺりして見えるんですよね。カスタムショップの製品を見ると、木目にすごい立体感があるような色の付き方になっている、深さになっているんですよね。これもやっぱり見た目に大きく影響していたりとか、まあ、これはまあカスタムショップの定番ですけど、VOS といって、塗装面をこうくすませたような、仕上げになっている。まあ、金属パーツとかもですね。くすませたような仕上げになっている。とか、これも細かいんですけど、ピックガードの、鋭角具合。まあ、これもなんか説明が難しいんですけど、レギュラーラインとかの製品のピックガードで、まあ、普通にピックガードのデザインがもちろん違うっていうのも若干あるんですけれども、その、斜めの角の部分ですよね。角の部分って斜めにこう削られて、積層が見えるようになってると思うんですけど、正面からでも。これの角度が違うんですよ。これによって見え方全然違うんですよね。正面から見たときに、カスタムショップの方が鋭角に削られてるんで、その積層がより際立つような見え方をします。とか、まあそれ以外にも、例えば金属パーツの形状だったりとか光沢感だったりとかっていうところでも、やっぱりですね、まあそれ細かいところなんですよね。すごい、なんかそんな細かいところなのかよって思うのかもしれないんですけれども、そういう細かいところの集積でオーラというか雰囲気みたいなのがやっぱり全然違って見えてくるっていうのが、言えるんじゃないかなと思います。まあ、その高級感というか、同じようなデザインなんだけど、全然違うってパッと見に見分かるっていうのが一つポイントなんじゃないかなと思っております。で、おすすめポイント二つ目なんですけれども、これですね、シンプルです。ヘッド落ち基本的にしないです。一般的に SG というと、まあ、いわゆるヘッド落ちといって、ストラップで釣って持った時に、ヘッド側が重くてボディ側が軽いから、こうヘッド側にこう下がっていっちゃう。まあ、この現象をヘッド落ちとかって呼んだりすると思うんですけれども、これですね、マエストロバイブローラー、まあ、この 64SG に関しては、基本的にあんまりしないと思っていただいて差し支えないです。レスポールのバランス感覚に比べると気持ち落ちるかもしれませんが、全然気になるレベルではないです。一般的になので、もしかしたらすごい細かい方だと気になるかもしれませんが、基本的にですね、あんまりヘッド落ちしないと思っていただいて差し支えないと思います。これ理由があって、そもそも設計の時点では SG ヘッド落ちするわけないんですよ。というか、ヘッド落ちしたらシンプルに引きづらいじゃないですか。なので、設計の段階でそうなってるわけがなく、
61年 SG って登場しますけれども、まあ、このシェイプですね。このシェイプは登場するんですけど、61年当時の SG がどんな姿だったかというと、これ今レギュラーラインでも出ている製品ですが、いわゆるサイドウェイバイブローラーというのがついてるんですよ。これが SG 本来のデザインなんですね。なので当然、このサイドウェイがついた状態、まあ、このごついのがついた状態だと、バランスいいんですよ。ヘッド押しとか基本的にしないんですよ。それがですね、まあ、ちょっと最初はそれでリリースされたんですが、ちょっとこう使い勝手が悪かったりとかするので、その後ですね、マエストロバイブローラー、まあ、今のタイプに順次切り替わっていったりするんですけれども、まあ、このタイプも、まあ、あんまりヘッド落ちはしないです。やっぱりブリッジ側にある程度質量があるので。で、さらに、歴史が進んでいくと、70年代初頭ですね、72年頃でしょうか。72年にボディの形が結構変わるんですけれども、その変わった時に、初めてですね、ストップバーの状態というのが標準というか、通常のモデルとして出てきます。なので、60年代ぐらい、まあ、70年代初頭のまでは、基本的にはですね、SG ってアームがついてることが前提だったんですよ。今だとこう、ストップテルピースのモデルって普通に存在していて、まあそういうもんだと思われている方も多いかもしれませんが、60年代までの SG、まあ本来のデザインって言って、あえて言ってもいいかもしれないです。まあそのデザイン、アームがついているデザインではバランス悪くないんですよね。逆にその70年代以降にアームがついていないものっていうのがずっと流通してきた、90年前後ぐらいにも、ギブソンも SG スタンダードとしてアームがついていないモデルを60年代っぽい形で出したりとかしたんで、もうずっとそれがこう普通みたいに見えてですね、なってきていたんですが、本来は違うよっていう感じです。なので、本来はバランスが良かったアーム付きのデザインのものが、今はその形をしているのに、アームがついていない状態が普通になっている。なので、ヘッド落ちという現象が起きているということをですね。ちょっとこう話がそれましたけれども、まあそういう感じでですね、SG はバランス悪くないんですよ、本来は。アームがついたデザインであればっていう表現が正しいかもしれないですね、今だったら。なので、こちらの製品に関しては、ヘッド落ちみたいなのは、そんなには気にならないんじゃないかなと思います。まあもちろん、感覚は人によるんでね、一応、まあ気になる方は持ってみていただいた方がいいかもしれませんが、そういうふうに、基本的には言えると思います。さらに、このアームって、例えば、極端な話、最初はストップバーが良くて61年タイプを買ったけれども、後からアーム買えば付けられるじゃん。って考える方たまーにいらっしゃるんですが、これパーツだけで手に入らないんですよ。パーツだけでこのマエストロのバイブローラーっていうのは売ってないんですよね。なので、後から付けることもできないんですよ。まあ、逆にこう、ストップバーに改造しちゃうってたまーにあるんですけれども、まあ昔の製品だとね、たまーにあるあるというか、まああったりすると思うんですけれども、それはストップテルピース自体は結構いろんなメーカーから出てるんで、できるんですけど、ギブソンのロゴが入った弓のデザインっていうのはあんまり、基本的にはまあ売ってないんですよね。まあ、それもある意味ですね、こちらのマエストロの製品の、まあ、ある意味こう販売のあれに結びついてるんじゃないかなともまあ思わなくはないですが、そんな感じでですね、このアームだけっていうのは売ってないっていうのも、まあ、ある意味ポイントかもしれないです。で、これ最後デメリット的なところをちょっとご案内するんですけれども、これですね、やっぱりちゃんと調整しないと、チューニングのズレ、多少やっぱり起こります。たまにですね、そもそもチューニングが合わないみたいなことを言う方はいらっしゃるんですが、そんなことはないと思うんですよ。さすがにそこまでひどくはないんですけれども、どうしてもですね、このバイブローラーがついていると、まあ、ブリッジ部分ね、触ったら当然動くし、さらにブリッジも、まあ、通常ですね、ABR1 というブリッジがついていると思うんですけれども、それを乗せている、円盤の型のですね、サムホイールとかって呼ばれるパーツがありますね。このサムホイールが、こう、なんていうんですかね、ちょっと口で説明するのが難しいんですけど、こう湾曲、表面が湾曲していて動くようになってるんですよ。サドルが角度が、ブリッジ自体が角度がこう変わるようになってるんですよね。そういうところのですね、細かいデザインも、ヴィンテージと同じようになっているんで、ここがこう動いたりすると、チューニングがずれちゃうんですよね。これは本来は、そのマエストロバイブローラーを、こうバイブローラーをこう使った時に、ブリッジが一緒に動くことによって、できる限りサドルの部分からは弦が動かないみたいな感じのデザインなんですけれども、やっぱり、これがあると、どうしてもチューニング動きやすいんですよ。そういう意味で、ストップバーの製品よりも、チューニングが安定しないというふうには、ある意味言えるかもしれないです。まあ、もちろんちゃんと調整してちゃんと使えば、まあ使い方が一番重要かもしれないですけど、うまく使ってあげると、ある程度のですね、チューニングのズレっていうのは、まあある程度という解消される、まあ普通に使えるレベルにはなると思います。まあしかし、まあそういう意味でもチューニングが調整が難しいだったりとか、ストップバーに比べるとそういうふうに甘い可能性があるよっていうのは、まあ一つデメリットと捉えられてもいいかもしれないです。はい、というわけでですね、今回は、ヒストリックコレクションの、1964SG スタンダードリーシュ、マエストロバイブローラーという製品をですね、ちょっと解説というかお勧めをさせていただきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。